おはよう。さーて今日もキコリの仕事やっていきますか。おいしょ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 。ん？何か落ちてるぞ。村人さんの落とし物かな。拾ってみよう。これだけだと誰のかわからないし、ちょっと中読んでみよう。なになに？このノートに名前を書かれたモブは死ぬ。死因も書いた場合はその通りのことが起こる。え？これってデスノート？いやいや、まさか、そんなのあるはずないよね。まあ、まさかね。ありえないとは思うけど、ちょっと試してみるか。このページに書けばいいのかな？名前を書くだけだもんね。ありえないよね。ほい！え？豚さん！嘘だ！このノート、本物のデスノートだ！どうもたまです。今日も一日お疲れ様です。今回はなんと、伝説のデスノートをゲットしてしまいました。ということで今回はですね、このデスノートを使って、弱いモブから最強のモブまで倒していきたいと思います。デスノートを知ってるよって方は、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで早速、デスノートの世界に、レッツゴー！じゃあまずは弱いモブから倒していきましょう。あ、あんなところに鳥さんがいる。ちょっと心は痛いけど試してみましょう。まず名前を書いて死因を書いてみよっか。焼死、焼き鳥になるってことですね。行きましょう。あれ？あ、チキンのスペル間違えてました。これでいいんだね。ほい。うわ！え？ニワトリさん？ちょっと大火事が起きたけど、跡形もなく消えてしまった。このノート、恐ろしいよ！でも今日はそういう企画だからやるしかないね。わかった！動物たちをやるとね、どうしても心苦しくなっちゃうので、憎きモンスターたちをこのデスノートでやっつけていきたいと思います。ということで皆さん、モンスターたちが湧く夜になりました。お、早速クリーパーいますね。よし、身の安全は確保しました。よーし、憎きクリーパーよ、見ておれ。どうしよっかな。クリーパーはいつも私たちのこと爆発するから、今度は私たちが爆発してやる。えい！うわぁ！ TNT が出てきて、一瞬でクリーパー吹き飛ばされた。いいぞ、これはいい。普段憎きモンスターたちも、私にはかなわない。さあ、次のモブを探しに行こう。あそこにスケルトンがいる。よーし、これで身の安全は確保できた。じゃあやっぱり、スケルトンには普段撃たれるから、私も撃ち返そう。えいえいえい。あ、瞬殺。早すぎる。どこから撃たれたのかもわからないくらい早かった。素晴らしい。素晴らしすぎるぞ、このノート。村人ゾンビさん。は、もともと村人さんだからかわいそうだから許してあげようと。ゾンビみーっけ。そうだな、ゾンビには、溶岩に焼かれてもらいましょう。えい！あれ？うん。またスペルミス。えい！うおー！溶岩が湧いて、一瞬でゾンビを溶かした。あ、馬さん、待って、馬さんマジでごめん。そして結局村人ゾンビさんも溶かしちゃった。山火事になるのも時間の問題だ。一度離れよう。でもでも、このデスノートの力は本物だ。お、私に戦おうとするんだな、クモさんよ。あ、そうか、君登ってくるんだった。あかん。やめとこうっと。お、ゾンビが来る来る。いいぞ、相手にしてやろう。次はどうしよっかな。3人も集まってくれてるから、派手に行きたいよね。金床が落ちてくるなんてどうかな。行くよ。ほい！わあ！すごい！もう一回見てみる？早いから、しっかり見ててね。ほい！ほら！まずは絶対に逃げられないように囲って、その上から金床を落としてる。わあ、すごいぞ！もう一匹いるから、今度は違う方法にしよう。鍾乳洞が落ちてくるパターンもあるみたい。行け！うおー！一瞬だ！すごすぎる！もうこんなノート、手放せないよ！日が昇ってしまってはつまらない。憎きモンスターといえば、あ！略奪者集団！奴らは私大嫌いだぞ！早速行くぞ！よーし、見つけたぞ、略奪者の基地。村人さんたちの分まで、仕返ししてやるぞ。あ、それっぽく、リンゴ持ってみました。やばい、早速近づいてきてる。で、さっきまでは、足場を作って、安全確保してたんですけど、なんとね、このようにノートを開いてると、時間が止まるんですよね。なので、ゆっくり、打ち込むことができます。で、今回は、略奪者に、高いところから、落ちてもらいましょう。うわー、すご
ぞ。さあ次次、この人にはこう打ってもらいましょう。いけ、わっ、え、食らわんくない、待ってそれ、あ、一応食らってるっぽい、一応食らってるっぽいぞ、触れてる触れてる、どうなるか、やった、すごいぞ、強い略奪者だって、このノートがあればへっちゃらだ。よーし、まだまだ、今度はこれなんかどうだ、おお強すぎる、次炎を食らえ、いいぞいいぞ、じゃあもう一人は溺れるっていうのもある、わっすごい、完全に囲まれてるよ、強すぎるぞ、まだまだ、スイートベリーなんてどうだ、うわ強い、即死やん、あ、今シュ、これはピンチですね、だがしかしこれで私の勝ちだ、はっはっはっは、最強だぜ、だがしかしちょっとこれはさすがに瀕死だな、一旦離れようか、いやーにしても最強すぎるよこのノート、いやめっちゃ頭に刺さってますね、だって略奪者の基地に脳装備で行けちゃうんだよ、あ、やばいやばい、あ、ちょ、ちょ、あ、やばく自分のトラップで死ぬところだった、あ、来るね、やばい、攻撃される前にこれで飢え死なんてどうだ、お腹空かせてるみたいだよ、さあこっちは強打だって、え、普通に死んだぞ、でもペリジャーもどっか行ったね、はい、私はこれまで数々の敵モブをこのノートで倒してきました。だがしかし皆さん、今物足りないなと思っていませんか？同感です。ということで、このノートであの最強ボス、ウィザーが倒せるのか、検証していきたいと思います。ではこちらにウィザーを召喚していきましょう。いけるのかな？みんな今のうちにちょっと予想してみて。ウィザーが一体倒せるのかどうか。私は今までウィザーに痛い目に遭わされてましたので、このノートで簡単に倒せちゃったら、それはそれはめちゃくちゃ嬉しいです。では行きますよ。ウィザー、召喚！まずは爆発するから一回離れよう。で、私脳装備だからすぐ死にそうなんだけど、爆発した瞬間すぐ近づいてノート開けます。行くぞ！ノート開け！よし！はい、ウィザー。で、最後はね、魔法でかっこよく倒したいと思います。さあ、いけるのか？めっちゃ今ドキドキしてる。いけよ！えい！うわぁ！え？見ました、皆さん。本当に一瞬だった。もう瞬きするくらいの速さで、あの最強ボス、ウィザーを倒すことができました。みんな、これはすごいよ！このノートは本物だ！でもみんな、もし現実にデスノートがあったとしても、絶対に使っちゃダメだよ。そして最後にぜひね、みんなの好きなアニメや漫画、コメントで教えてください。はい。ってことで、今日の動画は以上です。デスノートの力すごいなって思った方は、チャンネル登録と高評価。そしてね、私はみんなからのコメント大好きなので、コメントもよろしくお願いします。SNS は Twitter、Instagram、TikTok、そして公式 LINE やってますので、概要欄にリンク貼ってあります。もしくは ID 検索でフォローして遊びに来てください。ではでは、明日も一日頑張りましょう。たまでした。バイバーイ。おつたま。